はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の放物線丸2をお送りします。で、前回から新しい章が始まって、まあ、放物線から今やっていってるんですが、今回問題演習5問やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあまずね、上の3問からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上3つは、まあ、放物線、まあ、書いてあるんで、そこから焦点と重線、この2つ求めていきます。で、まあ、前回のポイントでやったように、今使ってる、まあ、式は y2 乗イコール 4px、 もしくはその x と y を変えた x2 乗イコール 4py、まあ、これをやっていってます。で、それに関してえって思う方は1個前の動画チェックしてみてください。で、結局どちらにせよ、まあ、y2 乗から始まろうが x2 乗から始まろうが、どっちにせよ p が分かれば焦点と重線分かります。 p が出したいだけなの、あそこので。1番に関しては、まあ、どう見ても y2 乗こっちのタイプですよね。で、ここの 4pと、ここの2が今同じとこにいますよね。つまり、4p イコール2だよねって。で、これ両辺4で割ると、p イコール4分の2になるので、2分の1ですね。これ間違っても p イコール2って暗算でいかないように気をつけてください。で、これが分かったんで、じゃああとも焦点と、順線答え書いていきましょうと。で、この、まあ、ここでちょっと気をつけることがあって、P 出ました。これはね、楽なんですよ、出すのは。で、この後に、2分の1の0なのか、0の2分の1なのかっていう、そこのミスだけ気をつけてください。で、しっかりやるんだったら、この図の、まあ、外形というか簡単な図を書いてみて、想像すると分かりやすい。例えば、X、ちょっと一応書こうか。Y。で、y2 乗イコールっていうのは横です。まあ、こうなったり、こうなったりするんですけど。で、まあ 2x、2が正なんで、まあ、こっちになります。わあ、ごめん。まあ、こんな感じか。もうちょっとちゃんと書こうかな。それもっと緩やかなんだよね、カーブ。多分ね、あんなに長くなくてよかったか。まあ、まあ、許して。まあ、こんな感じだとします。で、その時に焦点が、まあ、この辺に来るわけですよ。この辺。で、その反対側に、こうやって順線が来ます。で、見てわかるように、この辺図を想像してわかるように、焦点、X 軸に乗ってるんで、Y 座標0ですよね。X 軸の上だから。だから、あ、じゃあこっちが2分の1かと。つまりここね。2分の1の0です。こうやって。で、順線の方。は、ここです。で、これは2分の1の符号を変えたもん。マイナス2分の1で。で、しかも縦の線だから、こいつは x イコール、こっちか。x イコール、マイナス2分の1と。これが答えになります。いいかな。ただ、毎回毎回、ちょっとまだ書こうとこうか。こう図でね、まあ、頭の中で図を想像しても全然構わないんですけど、めんどくさいなと思う方は、自分がよくやってるのは、P 出てくるじゃないですか。で、この P と、で、ここのね、数字を、図式を見たときに、こっちにくっついてる、右ね。Y2 乗の方じゃなくて、右にある文字とこいつ付き合ってるってよく言ってて、だから、X がこっちにあるから、X 座標にくっつくの、数字が P のね。で、X イコールに数が来るっていう。っていうふうに覚えば、機械的に覚えちゃってもいいですけどね。一回一回図を想像するのがめんどくさければ。式がある。式がなった時に右です。y2 乗じゃなくって普通のこっちの一次式というか、x だけの方、そっちが数字がくっつくと。覚えてもらえればいいかなと思います。で、今回、外形を書けっていう、まあ、簡単なね、グラフを書けっていうのは取り上げてないんですけど、まあ、テストとかでもし、焦点、順線求めて外形書けって言われたら、これ書いてください、外形。X 軸、X 軸、Y 軸、あと原点0、O か。書いて、図簡単に書いて、焦点と順線、これ書き込んでくれれば、これで丸になります。もし外形書けって言われたらね。あ、それも頭の片隅にでも
置いといてください。よいしょよいしょ。じゃあ次いきましょうね。次は Y2 乗が出てくるから、まあ、こっちと同じタイプだなというのは分かるんですけど、3が邪魔なので自分はまず先に3で割っちゃいます。これつまり3分の 8X と、まあ、形変えてしまって、あとは同じです。この 4P と3分の8が同じなんだよねっていう。で、両辺4で割れば P イコール3分の2と。で、じゃああとは答え書きましょう。焦点。で、これも右 X がね、まあ、2乗じゃない方なので、X に P がくっつきます。つまり、3分の2の0と、順線も x イコールこれの符号を変えたものね。これで終了です。で、ラストは y イコールマイナス8分の1 x 2乗になってて、もちろんこの形のまま勝負しても全然構わないんですけど、ひとまずオーソドックスに x 2乗の形に変えちゃいます。なので、両辺マイナス8をかけると入るかな、x2 乗イコールマイナス 8y 大丈夫？あ、入ってるね。とこうなる。で、今 x2 乗なんでこっちのタイプに変わるんですが、 4p 使うの変わらないので 4p とマイナス8が同じになります。で、計算すれば p イコールマイナス2と。だから焦点は今Y、こっちが Y なので Y と付き合ってると。だから Y の方にこのマイナス2を入れてください。こうやってね。で、順線に関しても Y イコールこれの符号を変えたもの2ですねとやってもらえればすぐできますので、まあ、こんな感じでやってみてください。で、下は今度方程式に求めます。まあ、これだね、こういう形、まあ、これはダメか、こっちに持っていきたいと。まあ、y2 乗イコール x2 乗に形にね、作りたいんですが、今、焦点出てます。で、順線も出てます。で、同じです。結局、p が分かればいい。この情報からね。で、これ p いくつかって言ったら、速攻分かります。p イコールマイナス3ですね。で、焦点、ここの数字です。ちょっと気をつけるのは、焦点の数字と順線の数字、どっち使うんだっけって、そこだけですね。使うのは焦点の方です、こっち。順線はこれの符号を変えたものだからね。つまり p イコールマイナス3と分かりました。あとはどっちっていう、これのそこだけで、これも図で想像しても構わないんですけど、結局ここに y の方に数字がくっついてるでしょ。ってことは y と付き合ってるから、この右に y があるパターン、つまり x2 乗を、これも言っちゃっていいかな、2乗を 4py、 これを使うと。で、p がマイナス3って分かってるから、マイナス 12y と。これで終了です。で、もう一丁。今度は焦点書いてないじゃん、みたいな感じがする。頂点ね。頂点00は決まってるから、大体が。この、今勉強してるとこはね。で、順線のみ書いてあるんですが、順線が x イコール5って書いてくれてるので、あ、インクが。つまり焦点もわかるだろうと。で、どうわかるかっていうと、 x を使ってる。じゃあこっちも x で、こいつの符号を変えたものだからマイナス5だろうと。で、ここ0ね。ってことで、まあ、頂点消しようか。順線がわかることによって焦点がわかります。リンクしてるからね。で、焦点の方が大事。こっちが p だから、要は p イコールマイナス5で、 x を使ってる方だからこっちですよね。 x と付き合ってるって考えれば p がこっちに来ると。だからそれを使って答え、 y2 乗イコール 4py、 p はマイナス5だからマイナス 20x、 これで終了となります。まあ、使ってるものはもうこの2つのみです。上のね、2つのみなんですが、まあ、気をつけることとして p のまあ出し方はいいんですけど、どっちに入れるのかとか、これが出てきた時にどっちを P として使うのかっていう細かいとこなんですけど、まあ、ここでね、定期テストで減点食らうという、減点じゃねえや、点落とすのもったいないんでね、まあ、ちょっと確認でこんな感じでやってみてください。
では今回は高校数学数3の放物線丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、もう一個だけ問題演習取って、その後に断円をごめんね、やっていこうと思っておりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。